こんにちは、ワールドリーダースです。今日はですね、じゃじゃん、アッププラスビューティー定期便6月号を開封していきたいと思います。イエーイ。1ヶ月は早いでございますね。私は髪の毛を染めて緑色になりました。すごい緑色でね、毛先にかけてこうオリーブになっている、こうグラデーションにしてインナーカラーを入れてもらいました。すごいですね。黒い服着るとめっちゃわかる。10年ぶりぐらいにブリーチをしたんですけど、結構気に入っております。じゃん、こちらが6月号のアッププラスの雑誌でございますね。本田翼さんが表紙になっていて、夏メイクプラン教えます、もう夏メイクのことが載っているみたいです。なんかプチプラの夏の新色のメイクとかが載ってるみたいなので、結構読み応えがありそうですね。楽しそうですね。では後でじっくり読ませていただいて、じゃあ肝心のこちら開けていきます。なんかね、今回はね良さそう。原品が2つ入ってんのかな。出ました、こちらマナラホットクレンジングゲルメイク落とし入ってました。こちらはですね、3800円の商品原品が、これは皆さんに今回入っているということで、中身こちらですね。マナラのクレンジングはね、あったかくなって毛穴の汚れとかもこう取ってくれるようなクレンジングで、一回使ったことあるんですけど、これはすごく良かったのでめっちゃ嬉しい。これがね入ってるっていうのは、もうこれ1個だけでもかなり十分な中身になってるんですけど、いつかの石鹸がまた入っておりました。これはね、もうね、以前に2回ぐらい桜の香りのものが2回ぐらい入ってたことあって、2回使ったことあるんですけど、私ちょっとあんまりこうさっぱりしすぎてて、そんなに好みの石鹸ではなかったんですけど、結構人気がある石鹸みたいなんですよね。検品はこの2つで、あとはサンプルが入ってるんですけれども、アストレアウィルゴアイビューティーリムーバー、アイメイクアップリムーバーのサンプルが3つ入ってました。このパッケージのやつ、なんかこれ見たことある、使うのが楽しみですね。もう一つこちら、なんか母の日みたいなブーケが入ってましたけど、クラブブレイズバトンベースクリームティアブルーっていうブルーの化粧下地が、はーい、2つ入ってます。花嫁が幸せになりますように。最後こちらです、ヘアオイルAZ アンズ油、髪の毛のオイルが入ってました。最近ね、ゆず油にハマってるから、アンズはどんなもんなのかとちょっと使ってみたいですね。こんな感じで1回分の少量のパウチが入ってます。はあ、ということでですね、今月の定期便は原品がこちらの2つ、サンプルがこちら3種類入ってました。嬉しい。今月はマジテンションが上がる中身ですね。シンプルだけども、こういうのが一番嬉しいですよね。ありがとうございます。ということで、今月のアッププラス定期便は以上でございます。来月も楽しみに1ヶ月生きていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。